中澤拓也は、日本の歌手。新潟県津南町ふるさと大使。新潟県長岡税務所 E タックス推進大使。身長は178センチメートル。血液型は A 型。1995年10月3日、新潟県長岡市生まれ。長岡市立上川西小学校。長岡市立高用中学校出身。幼少期から、 モータースポーツに興味を持ちドライバーライセンス取得、プロレーサーを目指して活動するも、資金難により活動を断念する。その後、高校進学前には、プロ歌手になることを意識しており、NSG グループの開始学園高等学校に進み、選択フィールドでボーカルを専攻するなど、専門的な勉強を始める。2013年3月31日、高校卒業を前に、 地元の新潟県長岡市で開催された NHK のドジマンに出場し、チャンピオンに選ばれる。この放送を見た日本クラウンからスカウトの電話を受け、作曲家の倒す無実に弟子入り。やがて上京して2015年に日本クラウン新人オーディションで準グランプリを獲得し、2017年1月18日に日本クラウンより青いダイヤモンドでデビューを果たした。 第50回日本優先対象優先奨励賞、第59回日本レコード対象新人賞、第32回日本ゴールドディスク対象ベスト、演歌、歌謡曲、ニューアーティスト賞、第41回松尾芸能賞新人賞などを受賞した。アマチュア時代から多くの女性ファンの支持を得ており、2017年9月には、早くも赤坂ブリッツで、 ワンマンコンサートを行っている。同年末には、第50回日本優先大賞優先奨励賞、第59回日本レコード大賞新人賞、第32回日本ゴールドディスク大賞ベスト、演歌、歌謡曲、ニューアーティスト賞などを受賞した。2019年、桃色歌合戦へ初出場した。2020年、演歌、歌謡曲歌手としては、 史上3人目となる第41回松尾芸能賞新人賞を受賞。同年2月、新潟県長岡税務署 E タックス推進大使に任命される。BS 朝日、人生、歌があるの司会に抜擢。BS 日テレ、新、3人の歌仲間ウィズダムチャンネル演歌の4代目、MC に、就任2020年10月、日本作曲家協会音楽祭。 奨励賞を受賞、ありがとうございます。